はい、皆様こんにちは。今日は火曜日です。火曜日で、今コーンローの撮影、コーンローのコースの撮影をやってて、それを急いで終わらして、まだ終わってないんだけど、途中でちょっともう途中で時間がやばくなったので、今急いでウーバーに駆け込んで、今からお兄ちゃんのコンサートシンフォニーを見に行きます。自己紹介を。アンです。先ほど昨日健太くんの食べ出ましたけど、 YouTube で彼女役なんです。彼女ではありません。髪めっちゃ可愛いです。いいね。決まってるので楽しみましょう。そう、今からお兄ちゃんのオーケストラを見に行くというあれですね。それだけですね。オーケストラをこの美女と見に行くという動画です。楽しみだね。間に合うか心配でしょうがないです ね。渋滞で、お兄さん渋滞してました。ごめんなさい。間に合いますように。神様は見てると思う。ウィルコールだ。ウィルコールでお兄ちゃんのチケットをあれできるので楽しみじゃん、ね、というわけでチケットがなくて大変だったけど、ありました。人多いね。なんかいつもこんなに人いない気がする。そうなの。今日は素晴らしい感じ。素晴らしい。なんか喉渇いた。水買ってくるんですか。水困りますね。ヒールなんか履かれてもらったら、お姉さん、お姉さん、お姉さん、ヒールなんか履かれたら、もともと見て。健太くんもう少しで腰このぐらい違うヒール履いたら。すごい。だっていつもでかいもんね。そう。でもいつものより倍ぐらい。ちゃんと同じだよ。いや、二人ともでかいんだ。ね、困りますよ、お姉さん。でかく見えるよね、顔だけ見たら。顔だけ見たら、上半身だけ見たら。いや、よく言われます。なんか今日はなんかあれみたい、映画のなんだっけ、なんかよくわかんないけど、映画のなんかな、そう、映画をやって音だけオーケストラみたいな、すごいやつみたいですね。じゃあ映画も見れるの多分ね。え、でもお兄さんありがとうございます。お兄さんありがとう。お兄様様ですね。優しい。ありがとう。嬉しいやん、これで。ね、待って、映画館に行くみたいな。ね、すごい。今日いつもポップコーンなんか売ってないのに、やっぱ映画だから。そうか、映画だから、ね、お姉さん席見て、って書いてだけだね。あれ、うちのたくみくんは、たくみくん、たくみくん、あそこのチューバー、あそこです。今前半が終わって、めっちゃ思ったより普通に映画でしたね。めっちゃすごい。もうすごいね、やっぱオーケストラ。もう鳥肌が、ずっと鳥肌ですね。そう、思ったよりなんか映画をしながらオーケストラって言ってたから全然意味が分かんなかったけど、普通に丸々一本映画を見てて、それでその映画の BGM、 オーケストラの BGM のとこを本物のオーケストラがその場で吹くみたいな感じですね。めっちゃ面白いです。今トイレ待ちです。はい、途中経過どうですか。半分終わって、もうやばい、感動しすぎて感動しすぎて泣きそう本当にすごい鳥肌です。映画、いや本当ずっと鳥肌だよね。これそこに来る人しか楽しめないもん。サムネここだな。写真の方がいいか。曲はなんかめっちゃ良くていいけど、二人とも宇宙映画のちょっと設定がいまいちよく分かってない。難しいあれ。ね。ね、最初からもう最初からわけ分かんなかったもんね。初オーケストラこっちで。え、あ、こっち？初。初オーケストラ。感動してる。すごい。ね、生演奏はやっぱり。ね、映画、私も映画のやつ初めてだけど、なんかすごいね。なんであんなちゃんと映画と合うんだろうね。映画とさ、だってさ、こっち
ジュガで映画見てください。オーケストラのこと忘れてた。それ曲が自然すぎて、それあれすごい、そこもあるんだね。外、あ、本当だ、すごい今日人多いな、なんかいつもこんな若い人いない気がする。どんなのかな、みんな映画のすごいみんな反応するね。映画のファンではないでしょ。映画の人がさ、一人救われただけでさ、なんかめっちゃうわーみたいな、そういうノリなのかね。普通の映画館とは違うなんかあれがあるよね。面白い。普通映画の主人公そんな応援しないもんね。あ、てか皆さんにちょっとあれがあります。英語のテストまた落ちたので、落ちたというか、なんかもうオーバーオール平均6だったらよかったと思って、あ、よかった、この前まで平均 5.5 で6いったから、あ、よかったと思って送ったら全部の科目6必要だったみたいで、また受け直しです。というわけで本当にちゃんとちょっと本腰入れて勉強しないといけないので、しばらく動画はこういうもう適当な動画を頑張ってあげるだけですので、よろしくお願いします。あんちゃん1本目の YouTube 動画さっき撮ってもう上げてます。言いません。あ、見てよね、ここ、皆様、あんちゃんの初動画見に行ってください。あ、ではもう見てる人が多いかな。見てる人多いからやさ。第2弾も楽しみだね。ね、でもちょっと眠いな。眠い。まあ、というわけで動画頻度多分私は落ちます。本当に勉強しないといけないので、待って、その代わりあんちゃんがいっぱいあげてくれるので、今度今後頑張るわ、楽しみね。そろそろ行きますか。勉強かかるよ絶対次。いやでも6って厳しくね。全部6よ。でもね、そんな話ある？全部6だったらじゃそのさ意味なくない？いやそれな、それな、本当それな。なんで見て、日本の着物がある。本当だ、やるのかな、日本の。なんか確かに、こう見たらよくね、ほらポップコーンを食べる。撮った？リールを。あ、撮ってない。何撮ろう。終わりました。どうでしたか？めっちゃ感動でした。鳥肌、ね、よかったね。素晴らしかったね。よかった、めっちゃよかった。裏口でお兄さんの出待ちです。ひどいんだよね、お疲れ様です。やめてそうよ。お疲れ様です。お会いできて光栄です。はい、どうも。ありがとうございます。疲れるんだよね。めっちゃすごかった、鳥肌。何やねんこれ。んあ、これね、今日晩ご飯こぼした。なんでシャワーマンをね、ここにダラダラ。それなんでそれで来たわけ。着替えないで来たの。着替えないでって。あ、そこで食べしてこぼしてる。明日もあるから。あ、そうなんだ。何を買えるの。何を買えるの。ん、何を買えるの。今帰る。何を買えるの。バス乗ってから。え、Uber で一緒に帰るの。はい、皆さん、コンサート終わってあんちゃんの髪の毛の続きをして今ようやく終わりました。マジかわいい。かわいい。え、やばくないこれ。めっちゃかわいいんだけど。めっちゃかわいいね。ちょっとカメラで見て。急にテンション上がってどうしたの。違う、カメラと全然違うと思って。確かに確かに。携帯の方がつりよく見える。確かに。というわけでようやく終わったので、お疲れ。携帯動画はこの辺で終わりにしたいと思います。まあ、こんな感じでさっきも言ったけど、テスト本当本気でして本当に勉強しないといけないので動画頻度は減って、まあ上げれるとしてもこんな感じのちょっと手抜き動画ですね。別途こんな感じの動画上げれたら上げるのでよろしくお願いします。で、アンさん、YouTube あげます。新しいのもできたので、 YouTube もそうチャンネル登録して、ね、今日1本目の動画作ったので見に行ってください。あとインスタ、TikTok フォローよろしくお願いします。お願いします。よろしく、よければぜひ。あと何かあるかな、アンちゃんとこんな動画作ってほしいですとかあったらお願いします。クッキング動画だな、とりあえず作りたいね。あんちゃん料理上手だから、うん、作ろう、任せます。作ろう作ろう。そういうわけでチャンネル登録、高評価コメントよろしくお願いします。お願いします。バイ。健太くん、美女との恋人つなぎの神経通信。
いやー、ほんとバチが当たったんだな。あの撮影とはいえあんなことして楽しんでたから、多分神様が何しょんねんバーンって怒られましたね。本当にちょっと気を入れ直して頑張らないと。いや本当いつまでも英語のテストなんか受けてる場合じゃないから、本当にもう英語のテスト受かるまではもう笑わないぐらい本当真剣に頑張りたいと思います。入れ墨刑事みんねんハゲがどっか行けよ。